は、ゆいです。今日は10月の8日、3連休の初日なんですけど、立山2泊の旅行をしたいと思います。イエーイ。今日は2人だけじゃなくて、あの市川に住むね、いっちゃんと一緒に3人で旅行したいと思います。立山は、まあ、もんちゃんの実家なんですけど、実はいっちゃんの実家でもあって、まあ、お互い帰省してもよかったんですけど、あのいっちゃんがもうすぐニュージーランドに旅立っちゃうということで、どうせだったらね、立山を一緒に旅行しようということで行くことになりました。本来は、キャンプをね、本当はしたかったんだよね、2泊の。なんだけど、あの明日から天気が崩れるということで、あのキャンプは中止にして、あの1泊目と2泊目 の、 あのホテルを変えて宿泊したいと思います。それでは行ってみます。ふらり到着。メダカ、金魚、メダカか。すごいね、ペットボトルで産んだね。しかも結構高いのもある。美味しそうだね。タンパク質ありそうだね。ちゃんおすすめのおやつ1個取って。1個でいいの？4本入り。あ、一緒か、値段一緒だ。これでいい。今食べて美味しかったらもんちゃんの職場に買っていく。はい、ジャッジをねします。立山の銘菓なんだよね。そう、まずアルミホイルに包まってまして。珍しいね。ね、あらららら。あ、すごいよ、すごいことになってる。面白い。これ銀紙食べたら歯痛いやつだね。それでは。うん、うまい。白あん、もっとね、あんこ系かと思ったら。何？洋菓子じゃないこれ。ほんのりって感じ。うん、え、すごい美味しい。例えるならね、ちょうだい。なんて例えられない。美味しい。美味しいよね。うん、まあなんだろう。際立ってさ、際立って、食べたことある、うん、際立って、これがここが超うまいってわけじゃないんだけど、うん、めっちゃ美味しい、落ち着く味、うんうん、食べる？食べる。今日泊まるホテルは古民家高野って言うんですけど、なんと3人で8712円しかしない宿で、もちろん、ご飯はついてなくて、朝食だけ別料金で600円でつけたんですけど、なんでこんな安いかというと、和室 7.5 畳で、なんとペット同室も OK で、まあ、私たちのペットは連れていかないんですけど、トイレとお風呂が部屋についてないと。その夜ご飯がね、ないということで、掘りこたつ式いろりバーベキューを完備しているということで、別途1500円払うと、もうね、炭とかトングとか全部用意してくれて、火起こしまでしてくれて、後片付けもしなくていいと。食材は自分たちで持ってきてくださいということなんで、これからスーパーに行きます。でもうその前にちょっとお腹が空いてるんで、中パンに行きます。 OK、 うん。ゴロゴロ。
すごいよね。うわぁ、結構辛い。意外とギリギリだったね。これやばいよ、しみしみだよ。これが気になるのよね。確かに中が気になる。匂い、しない。しないよ。うん。なんて感じだった？キューブパン、キャラメル。キャラメル？うん。これは。これは。おお。これはすごいぞ。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。やったー。チキンバスケット、ハーフサイズです。これはね、森永のキャラメルをクリームにして、やばい。結構甘め。一個食べていいからね。いいよ。やった。カラメルチキンもらう。うん。1位だね、これ。やっぱ中パンは唐揚げだ。え、なんでこんな美味しいの？揚げたて中の揚げたてのね。熱々。熱い。カレーにちょんちょんしてみれば。うん、いいんですか？うん。美味しいよ。ありがとうございます。うん。確かに給食っぽい、うん、とてもいい味。あ、大丈夫です。あ、やった。ありがとうございます。すいません、スプーンありがとうございます。ありがとうございます。見てー、でっかっ。見てー。え、すごい量。むしろ一人じゃ食べれないわ。うん、うん、確かに高品牛乳。ジェンガみたいじゃない。誰が倒すかみたいな。うん、美味しいよね。おいしい。え、めっちゃ美味しい。え、これ、これいいわ。え、これ300円しないの？294円。これ、川崎だと500円するよ、多分。そうだ。そんな。するよ。最近ソフトクリームってさ、400円とか450円するじゃん。確かにこれは中パン来てこれ食べないのはダメだね。あっちの若い男の子の食べてたよ。え、まず、うん、3人でちょうどいいよ。3人でちょうどいい。これ1人で食べたらやばい。これはもうバーベキュー食べれなくなるね。甘いの食べないもんちゃんがそんな食べるというのは本物だね。おいしいね。温かいコーヒー飲みたくなる。コーヒーを肩からしょってれば、うん、ここじゃあ。4時59分でチェックインの予定時刻を5時にしちゃってるんで急いで行きたいと思います。ちょっと焼きそばの野菜だけ買えなかったから途中で買っていこうか。うん。カメラだとそんなにすごくないなあ。こんな感じで、あ、綺麗綺麗。あ、すごいすごい。これはやばいでしょ。すごいね。なかなか見ないよ、こんなすごいの。めっちゃオレンジ。本当に夕焼け小焼けって感じだね。これはすごいわ。電気は？電気ちょっと待って。電気ない？電気
ないのかな、じゃあ。いや、じゃあ。なんだって。あ、ここしかない。あ、ここ電気ないじゃん。え、ここつけて。そしてお茶菓子、お茶菓子セットに、ここは水仙だね、テレビに、冷蔵庫はね1日500円かかるから、あのオフにしてもらってる。オフなんだ。素泊まり1800円、ペット無料ってすごいよね。本当にペットいる方はおすすめだと思う。開始です。はい、こちら氷出てます？ママ、いただきました。出しました。出てます。おしんこは？おしんこいただいてないです。ああ、じゃあおしんこね。はい、やったー。ありがとうございます。わー、ちゃんは焼き芋さん。そうだね、今石を温めています。石を温めていて、石が温まったらこちらの安納芋を入れます。乾杯。はい、はい、乾杯。ありがとう。うわ、味噌がすごいんだけど。いただいたきゅうりのぬか漬け。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。解体レベルの美味しい。これちょっともうちょっとっぽいからこうやって焼くね。うんうん、すごくない？すごいじゃん。
のもも肉じゃないね。超美味しい。なんかシャキシャキしてない？うん。うまい。うん。麺でも焼けてる。ね。うん、美味しい。今度から串に刺さなくていい。ね。ほら早いじゃん。味噌汁は今じゃない？焼きそばいかがですか？お味噌汁で乾杯。めっちゃうまい。うん。こう肉の脂がもしかしてよかった。うん。いいかも。へえ。うん。のんちゃんも食べて。はい。おいしいよ。こんなことないですよだろ。よし。もうできたかな。うん。取るよ、うん、あ早いかな、わかんない、でも結構柔らかいよ、なんか食べてみよう食べてみよう、あ硬い焼き芋って難しいねやっぱ焼き芋メーカーってすごいかも。お風呂行ってきます。はい、こちらですね、女性用塩中華、はい、で、かなり、ね、うん、寒いです、とっても寒いです。いらっしゃいますか？はい最後までご視聴ありがとうございました。ただいまの時刻は23時29分でございます。お風呂も入ってこれから寝たいと思います。明日は、朝8時に朝食をお願いしているので、お部屋で食べるか、あのバーベキューした外で食べるかを朝決めて食べたいと思います。はい、これで Day1 は終了ですが Day2 と続きますので、もしよかったら見てください。それでは Day2 でお会いしましょう。さようなら。